どうも、Y&T ガレージの新田です。今回の動画はこちらです。サムネにも、したようにアフリカから植物を輸入してきました。はい、それがこちらですね。このでかい段ボール、ガムテープでぐるぐる巻きになってます。これを輸入してきました。でね、これでかいんですけど、なんと入ってる植物一つです。めちゃめちゃでかいし、めちゃめちゃ重い。多分15キロ以上あるぐらいな感じですね。いやー、無事日本に届いて僕のところにまで来てくれたことに感謝ですね。で、日本に来ると検疫って言って土がついていたりすると、この検疫で弾かれたりして、そこで全部検査するらしいですね。なのでこうやって一回中身を開けられて、植物に土がついてないかみたいなのを確認するらしいです。で、こうやってまた開けたところを封してくれていますね。もう全てがドキドキですよ。もう初めてなんで、まあ、ちゃんとアフリカから届くのかとか、あの航空便でね、なんか行方不明になったりしないかとか、荷物の紛失ですねとかなったりしないかとか、まあ、植物なんで、まあ、できるだけ早く届いてほしい。で、そこでなんかこう遅延とかないのかなとか。で、今度日本に着いたら着いたで、検疫で弾かれたらどうしよう。で、また手元に届いて中身の植物が腐ってたり、うちにでダメになったりしないかとか、まだそこは確認してないんですけど、不安は尽きないですよね。まあ、初めてなんで、初めてで輸入する植物でもないと思うんですけど、まあ、今回輸入って言っても共同輸入して、僕がその先方とやり取りしたわけじゃなくて、まあ、こういうのを輸入したいですっていうお願いをして輸入したやつになります。なので僕が直接アフリカの方と連絡を取ってやったわけじゃないんですけど、まあそれでもね、普通の人は経験しないですよね。なんでいい経験ができたかなと思ってます。ではね、早速こちら開けていきたいと思います。もう見えてます。カメラ越しに見えるかな。さあ、いきますよ。3、2、1、どうぞ。ババーン。こちらアデニウムソマレンセを輸入しました。やば、めちゃめちゃでかい。え、すごっ。しっかりね、こうやって緩衝材入れてくれてます。ちょっとこれ出すのが大変だな。待って、本当にでかい。上がらない。もうちょっと若干転がし気味で出していくしかないですね。え、こんなでかいの見たことない、マジで。どうしよう。よっ。
いや、こんな大きいと思わなかったですね。その輸入してくださる業者さん、方にはとにかくでかいもの送ってくれっていうのをお願いしたんですけども、いやその期待に応えてくれて本当に感謝です。はい、梱包取り終わりました。どうですかこのサイズ感、めちゃめちゃ重いんですけど伝わるかな。これ僕の手がこんな感じです。いやまあちょっと目はカットしないとダメかな。でもこれカットするにしてもノコギリとかかな。カッターでいけないな。でもしっかり硬いです。まあ刃もいい感じですね。柔らかいところは、まあ、若干水切れかな。まあこういうところは多分大丈夫かな。ちょっと傷あったりしますけど、うん、もうね若干刃が出てたりしますね。いやめちゃめちゃでかい。ちょっとメジャー持ってきますね。はい、今メジャー持ってきました。で全長がダーってきてここですね。まあ90センチでかいね。直径がこれ30センチぐらいあるんじゃないかな。ちょっと待ってください、いきますね。そうですね、直径がだいたい30センチ。めちゃめちゃでかい。すごいね、綺麗に丸くなってていい感じです。あとはこいつが無事発根してくれるかどうかですね。1センチ2センチぐらいカットしたらいい感じかな。うん、それではね、もう根回り処理いっちゃいたいと思います。 15.7キロ、やばいっすね。今根元を切ってみました。だいたい2センチぐらいですね。2センチぐらい切ってみて、ちょっと一部ねこう柔らかいところがあるんで、もう少し切っていきたいと思います。またあそこから 1.5 センチぐらい切ってみました。まだ若干あるんですが、もう柔らかくないんでね、これでいこうかなと思います。それとちょっと微発根してるようなところがあります。これ輸入の時にちょっと出てきたのかなっていう感じですね。こうなんか若干土ついてるけどいいのかなってちょっと思いました。はい、今植えて約2週間立った株がこちらです。葉がすごい展開してきましたね。まあ、元から葉は生えてましたけど、そこからさらにプラスして生えてきて、なんとつぼみもできました。僕アデニウムの花見るの初めてなんですよね。綺麗な花を咲かせてくれることを願ってます。まあ、本来発根管理中は切った方がいいんですけど、まあちょっと一輪ぐらい見たいかなと思って今回はそのままにしてます。あと今回スタイロフォームも挟んでみました。
重たいのでね、あまり下に沈まないように今回このようにしてみました。まだ根は見えてないんですが、順調なのかなと、勝手に思って今管理してます。最後までご視聴ありがとうございました。今回はアデニウムサマレンセ、タンザニアから輸入しましたという動画になりました。本当にいい株が来てね、嬉しかったです。ではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。